平野市シ神宮ジングジーシンガポール旅行の写真を新たに投稿コミカルなポーズや仲睦まじい様子もアーもシンガポールを舞台に平野市シとジングウジーが楽しい旅行を共有。東京、2023年11月7日、人気のあるジャニーズアイドルグループ、キングプリンス。 のメンバーである平野オと神宮寺裕太がシンガポールでの楽しい旅行の写真をそれぞれのインスタグラムアカウントで公開しファンから注目を浴びています。この記事では彼らのシンガポール旅行のハイライトについて詳しく紹介します。旅行の楽しみを共有平野オと神宮寺裕太はこれまでにもシンガポールを訪れその魅力を SNS でシェアしてきました。 今回の旅行ではファンたちに新たなエピソードと魅力的な瞬間を提供し、それを通じて彼らの中の良さを見せつけています。平野の仕様。ひらのは自身のインスタグラムでアイムハンクグリー、お腹が空いたというコメントとともにシンガポールの名物料理であるチリクラブを楽しむ姿を投稿しました。 彼が身につけたエプロンに描かれたカニのキャラクターに見せたコミカルな表情とポーズはファンたちを笑顔にさせました。神宮寺雄太。神宮寺雄太は植物園に行ったよ、とコメントし、植物園での平野仕様との仲睦まじいツーショット写真などを公開しました。彼はまた、最後の写真がなんか好きなのよ。 とコメントした一枚を共有し、サングラスをかけた二人の字取り、ショットをファンたちと共有しました。シンガポールの魅力シンガポールは、その美しい景観、多様な食文化、観光名所などで知られており、多くの旅行者にとって魅力的な目的地となっています。平野潮と神宮寺雄太も、シンガポールでの滞在中にその魅力を存分に楽しんでいます。 食文化シンガポールの食文化は多様であり、様々な料理が楽しめます。平野市用のチリクラブを楽しむ写真は、シンガポールのガストロノミーを象徴しています。この料理は、辛味の効いたチリソースで調理されたカニの爪を楽しむもので、地元の人々や観光客から愛されています。 彼らがリラックスした雰囲気で食事を楽しむ様子はシンガポールの料理に対する彼らの愛情を示しています。自然と公園神宮寺雄太が訪れた植物園はシンガポールの美しい自然を楽しむ場所の一つです。この広大な植物園は様々な種類の植物を展示し、訪れる人々に自然の美しさを提供しています。 平野のしと神宮寺う太たの仲睦まじいツーショット写真は、訪れる人々がこの美しい場所で楽しむことができる瞬間を捉えたものです。彼らの笑顔と和やかな雰囲気は、観光名所の訪問を特別なものにしています。 ファンからの反応平野潮と神宮寺由太のシンガポール旅行の写真に対するファンからの反応は非常に熱狂的で多くのコメントといいねが寄せられています。ファンは彼らの楽しい旅行を共感し彼らの活動についても期待しています。シンガポールの写真を見ると自分も行きたくなります。楽しそう。平野潮と神宮寺由太の仲良し写真が最高です。 二人の友情を応援しています。シリクラブ美味しそう。シンガポールの料理を試してみたくなりました。ファンたちのコメントからもわかるように平野潮と神宮寺雄太はファンとの交流を大切に、下のしい旅行の様子を通じて彼らの友情をアピールしています。平野潮と神宮寺雄太のシンガポール旅行の写真は、ファンとのつながりを強化する素晴らしい機会となりました。 彼らの楽しい時間とコミカルな姿は彼らのファンを喜ばせシンガポールの魅力を再確認させるものとなりました。今後も彼らの活動に期待が高まるとともに彼らの友情がこれからもさらに深まっていくことを願っています。さらに深ま